どうもこんにちは、速稼塾のくぼです。今回はね、私の新しい試みで、お金稼ぎとかね、モテる方法でも何でもありません。もう単なるね、私の知的好奇心のままにやってみようかなと思うシリーズで、ちょっとね、刺激を受けたんですよ、昨年ね。速稼塾の塾生さんで毎朝の、そのライブ放送に来てくださる、相川さんね。相川さん、私と同じ年代なんですけども、むちゃくちゃ歌うまいんですよ。もうこれはね、ちょっと今度はね、今年は相川さんに挑戦したいなと、無謀にも思いまして、私もね、ちょっと歌をちょっとね、練習してみようかなと思ってるんですよ。ですんで、皆さん、私の歌声なんてね、もう、聞かない方がいいんで、今回閲覧注意でございます。あくまでも、こんなところから、こんなところからでもね、思い立ったら俺は挑戦するんだみたいな、まあ、そんなね、恥の上塗りを動画として証拠に残そうかなという企画でございます。で、私も自分自身一人でね、歌の練習をしても一向にうまくならないんで、ボイストレーナーさんをこの度つけました。さあ、ボイストレーナーさん、誰でしょうか？それは、YouTube です。そう、YouTube でね、竹場校長アットマーク名古屋ボーカルスクールというね、チャンネル登録者の方が2万人ほどのこのチャンネルがあるんですよ。女性のトレーナーさんですね。で、着ぐるみを着て、ボイストレーニングをしてくださる方みたいで、たまたま検索したらこの方の動画が当たったんですよね。で、これから初めて YouTube を見ながら、勝手にですよ。この方に何の許可もないんですけど、YouTube を見ながら、言われた通りに10分間ぐらいの練習をして、どんなもんになるのかっていうところをね、やってみようかなと思います。閲覧注意ですんで、もうこの辺りでね、まあ、皆さん離脱してください。見ることも禁止、聞くのも禁止、やめた方がいいです。いやでもね、私もいつかね、なんか人に聞かせるような歌ができるようになったら、俺もここから、もう51を過ぎてから練習したんだよっていう風に、いつか振り返ることがあるのかなと思って、この記録動画にさせていただきます。それではね、スタートしますので、ここからは視聴者さんのことを一切気にせずにやりますんで、よろしくお願いします。できれば皆さん、ここで YouTube の動画から去っていってください。何が起きても知りませんよ。ちなみに練習曲は中島美嘉さんの雪の花ですね。大丈夫なんでしょうか。行ってみましょう。はい、それではですね、行ってみましょうか。こちらでーす。はーい。伸びて B のしゃくりです。高げをデビブラとブレスです。歩道に並べビブラとブレスです。ゆうやってビーの食リミのなんが入ります。なかでビーの食リボーでビーの食リしてビブラートです。ブレスをしてください。君とこれをビーの食リですね。歩いてるビブラートブレスです。手をこれもビーの食リつないでビブラートブレスです。いつまでもずっとビブラートブレスです。そばに B のしゃくり入れたなーって B のしゃくりラーでしゃくってビブラートをしてください。でブレスをしてください。泣けちゃう、ここも B のしゃくりくらいビブラートでブレスをしてください。はい、じゃあここまで皆さんで一緒に歌っていきましょう。はい、じゃあいきますね。ワン、ツー、スリー。はい。伸びた影を歩道に並べ、夕闇の中を君と歩いてる。手をつないでいつまでもずっとそばに入れたなら泣けちゃうくらい。はい、 OK です。はい、それではビメロいきましょうね。こちらです。はい、風がで B の食りをしてビブラートをしてあげてください。ブレスです。つで B の食り、目で上食りがあります。つめつめ上からですね。つめたくで B の食りなってビブラートブレスです。冬ので B の食りです。でブレスをしてください。でビブラートでブレスをしてください。そろそろでビーの食リロコの街にビブラ
ートブレス君とビールの植林近づけるビブラートブレス季節ビールの植林が来るビブラートでブレスをしてあげてください。はい、それではここで皆さんで一緒に歌っていきましょう。ではですね、ワン、ツー、はい。風が冷たくなって冬の匂いがした、そろそろこの街に君と近づける、季節が来るです。はい、OKいきましょうね。こちらです。はい、今年で B のしゃくり、最初のビブラート、雪の花、ちっちゃい音があります。花をラオでファルセットに行きます。もうでビブラートをしてブレースをしてください。これちっちゃい音を入れるとファルセットに行きやすいです。花をっていうより、ハンナを後にファルセットに移行するととても綺麗にファルセットに行けます、はい、で次ですね、二人、ここ B のシャフリ、二人寄り添って、眺めているビブラート、この B のシャフリ、時にビブラートをブレスしてください。幸せ、 B のシャフリ、背がビブラートあふれで、B のしゃくり、出すで、ちょっとだけビブラートがあります。で、あーで、B のしゃくり、前とかビブラートブレスをしてください。弱さじゃない、できましたね、ちっちゃい音です、じゃない、でファルセットにします。で、ないの E でビブラートをしてあげてください。で、ブレスをします。ただ君を愛、愛してる、これも裏声にしていただいて、テルのルーでビブラートをしてブレスをしてください。心から B のしゃくり、ラーソーでビブラート、オーで B のしゃくり、モーターでビブラートしてブレスをしてください。ということで、じゃあここね、皆さんで一緒に歌っていきましょう。ワン、ツー、はい。今年最初の雪の花を二人寄り添って眺めている、この時に幸せが溢れ出す、甘えとか弱さじゃない、ただ君を愛してる、心からそう思った。です、OK です。ちょっと言うの忘れてました、幸せが溢れ出すの後にブレスをしても大丈夫です、ここちょっとね、大変なところなので、息をしっかり補充した方がいいかなと思って、その後にね、ブレスを入れてみてください。はい、はい、ということで、じゃあこの曲ね、つるっと皆さんで歌っていきましょう。よし、じゃあいきますね、ワン、ツー、スリー、はい。伸びた影を歩道に並べ、夕闇の中を君と歩いてる、手をつないでいつまでもずっとそばにいれたなら泣けちゃうくらい、風が冷たくなって冬の匂いがした、そろそろこの街に君と近づける、季節が来る、今年最初の雪の花を二人寄り添って
眺めているこの時に幸せが溢れ出す甘えとか弱さじゃない、ただ君を愛してる心からそう思った。はい、OK です。おー、はい、クリスマスも近いことですね。初めて歌いましたよ。少しでも冬の気分を味わっていただこうかなと思ってこの曲、歌唱分析させていただきましたが、ね、いかがだったでしょうか。はい、何回も何回もね聞いたことはあったんですけども、歌ったのは初めてですね。あの1番だけだったんだけども、1番だけでも歌ったことがなかった。でこの度この動画を見つけて、1回ねこう見てみて、あ、これは使えるなと。これでリファイトクラブみたいにオンラインで何か身につけることができるんだったら、これまた新しい YouTube の可能性だなと思ったんで、今年はねちょっとどこまで続くか分かんないんですけども、歌をねこうやって YouTube で先生を勝手に見つけてトレーニングしてみようかなと。場合によってはこのね名古屋のボーカルスクールでしょ、ちょっと訪問してみようかなと思いますよね。うん、私が一番最初の動画はこれですよ。これ、ここからどのぐらいまで、どのぐらいの期間かけて進化するのかってことをね、動画で撮りながら、で、これが1ヶ月目、これが3ヶ月目、これが半年目のやつですよっていうので、比較した動画を持ち込んでね、どうでしょうかっていうふうに、この、竹葉校長さんですか、この方にお見せしたらどうなるかみたいなね、おそらく、会ってくださると思いますんでね、一つの企画として。はい。はい。じゃあ今日はね、無謀にもね、雪の花を、中島美久さんの雪の花をね、ちょっとボーカルレッスンで歌ってみました。次回もこんな感じでいつか動画を撮ろうかと思います。うん、ちょっと勇気がいりますけどね、これはね、万が一にもこれね、ここまで見てる人聞いてる人いるかもしれないんで、バカ野郎とか言われそうですけどね、チャンネル登録はね解除する人も出てくるかもしれませんけども、そんなことはねお構いなしに、やりたいことをやって、人生死んでも死にきれないですからね、残したことがあったら。私はね、相川さんぐらい歌を上手になってみたいというふうに熱望しました。はい。ちなみに中島美嘉さんの雪の花、これね公式で8,075万回、もうむちゃくちゃ再生されてますね。もう1億回に迫るような再生回数です。ということでね、人気のこの歌を怪我すような私の動画になりましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんもね YouTube で勝手に先生を見つけて、何もねその方に入門したりコンサルを受けなくても、その前の段階でその動画で言われてることを実際にね、ネットビジネスでも恋愛講座でもボーカルでも、それからキックボクシングでも試してみて、あ、これはいけるなと思ったら改めて入門するっていう、そんなね段取りでいかがでしょうか。私はねこうやって身をさらしながら、恥をさらしながら、私自身の挑戦を余すところなくこれからもお見せしていこうかと思います。はい、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。